2日金曜日夜8時から10時の間に1時間ぐらいのね、めどにやろうかと思っています。ぜひね、お暇な方は遊びに来てみてください。遊びに来てください。それじゃあ本編どうぞ。トゥーマルダのユキとマルダとスイです。こんにちは。今回なんですけども、こちら統合リニューアルゲームガチャ、これね、やっていきたいと思います。これ結構ね、ショートの方でやってたと思うんですけども、鉄板のモンスターボールしか出ませんと、みんなにこれ本当で出んの出ないのっていうのをちょっとね、ご紹介できないなと思って、うん、で今回ランクアップ賞っていうのがあって、ランクアップ賞の方を説明しますと、はい、こちらこんな感じでね、モンスターボール何個で景品変えられることができますと。実はね、このドラクエ10のオフラインが欲しくて、でも買わなかったの、でしかもこれ1000円で1つだから7000円で取れるということ、だからリスク的に相当ないと。でなおかつ7回のうちにこちらのね、スーパーボール賞、ハイパーボール賞で、マスターボール賞とプレシャスボール賞っていうのがあって、まあ、ここら辺をね狙いつつ、まあ最悪ね、こっちのモンスターボール7つのドラクエ10オフラインを狙っていければ最高かなと。まあ、そんな感じでね、はい、やっていきたいと思います。はい、まあ、リスクはあんまり少ないからね、まあ、軽く軽くやっていこう。はい、こんな感じで今回やっていきたいと思います、はい、それじゃあやっていこう。しゃ、今回資金は7000円でいくんで、7000円以上はいらないということで、はい、さてやっていこう。まあ、モンスターボール、スーパーボール、ハイパーボール、マスターボールがあるんで、まあ、ここら辺ね、マスターボールの桁やばい。でもこれ店員さんにあのちょっと話聞いてみたんだけど、中でぐるぐる回るからいつ来るかわからないって、上の方に持ってっても結構ガツガツ回すから早めに出たりするっていう可能性もあるらしい、実際。なるほどね。で商品もあるから多分入ってはいるんだね。なんか前回来た時とラインナップが違う気がする、マスターボール。あ、本当に？ほい、はい、あー、はい、あー、モンスターボール、ちょっと見づらいけど、モンスターボール、はいはいはい、結構鳴るね、結構鳴るな、めっちゃでかい、結構鳴るね、はい、もうこれ、歴戦ですね、歴戦歴戦、はい、いきます、せーの、モンスターボールかな。ナイン、計算通りそうだよ、だって7個集めなきゃいけないんだから、計算通り、そうそうそう、ドラゴンボールと一緒、計算通り、絶対言うと思った。だからこれ今あのみんな違く見えてるかもしんないけど、あ、うたきてうたきて遮断した、いきます、はい、よっそれ、おあ、え、あ、モンスターボール、あー、モンスターボール、え、計算通り、計算通り、まだまだ計算通り強がってない、計算通り、いや、まだ半分折り返してないから、今の半分だから、次の半分、大丈夫だって、これ全部モンスターボール出してゲームをもらう旅ですもんね。そう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 、なんか途中で上振れたら俺の勝ちみたいな感じだったから、そうそうそう、結局俺の勝ちなわけ、いくよ、せーの、それねえ、これあのモンスターボール以外入ってますか？確認してもらっていいですか？入っています。入ってるかな、ね、きっと入ってるやん。これなかなかさ、動いてる気がしないんだよね。なんか5のぐらいしか言ってない。そうそうそう、一回それ揺らしてみる、揺らしてみる、良い子は真似しないでね、逆に逆さにしてみてる。いきます、せーの、ストレッ、おお、この黄色がね、またね、そうハイパーボールかなって思わせちゃうやつね。そう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 、いや、ここで一発ハイパーボールとか出たら楽しいのにな。いや、全然企画が違くなってくるんだよな。ハイパーボール出たら何選んじゃおうかな。どれでもいい選ぶ気ない。どうですか？見えちゃった、見えちゃった。ハイパーボールじゃない、モンスターボール。今何個目？6。ラスト？ラスト。ラストです。早っ。大丈夫ですか？マジ？え、こんなに早いことある？いや、お金入れて押すだけの仕事なんで。あ、そうかそうかそうか。とても簡単なお仕事です。いや、さっきはクレーンゲームしてたから。あー、そうですよね。そうですよね。じゃあ、ラスト、いきます。はい。ほい。え、まあ普通ね。まあですよね。
普通に、ね、普通にですよね。パンパン普通通りやね。もう計算通り、そこまで計算通りよ。あとはドラゴンクエストに変える簡単なお仕事。そう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 、簡単なお仕事。いやなかなか厳しいね、戦いがね。どのぐらいの確率で出るんだろうね、ここら辺の、ここら辺上段は。いやどうなんだろうね。ただもう本当にランダムっぽいからね、量がどれぐらい入ってるかとかってさ。でもこれさ、この上からなんだよね。まあでも7000円でさ、ゲームソフト1つだったらさ、まあ悪くないよね。悪くない悪くない、楽しめるじゃないですか、うん、しかも自分がやりたかったゲームっていうのも兼ね備えたらまあいいかな。ありがとうございます。お、しかもこれ新品です。すごっ、新品です。やった、まだあのシュリンク剥がれてません。シュリンクじゃあなんて言うんすか。いいじゃん。まあこれね、だいたいアマゾンとかでも5、6000はすんだよね、普通に。まあなんでまあいいかなと。でこれオンラインで出たんだけど、オフライン最近出たの確かね。メーカー小売価格で言うと8000円しますよ。本当に？僕はお得中毒じゃん。ね。お得中毒です。これいい。チームマサンダル。チームマサンダル。カモ殺せなさそうだな。お。韓国価格が8500円で、まあ、Amazon の価格も6000円なんで、おー、まあ、1000円マイナスぐらいで済んだってこと。全然お得です。運命お得。988円で、あの上の賞も狙えたってことで。そう、結構厚い。しかも中古品じゃないから。そう、新品シュリンクついてるから。お得中毒。これいい。はい、こんな感じでね、今回は、こちらゴーゴーリニューアルゲームガチャやってみたんですけども、品物を選べば負ける確率も少ないと、うん、でさらにもしかしたらマスターボールとかハイパーボール賞が出て、1000円のものが5000円とか7000円とかになる可能性も十分あり、なおかつマスターボールに関してはもうあのスイッチライトだから15倍から20倍ぐらい膨れ上がっちゃうみたいな、はい、そんな感じでした。はい、皆さんもね、ぜひね、千葉鑑定団湾岸七篠店の方に来てもらえばこちらあるんで、ぜひ挑戦してみてください。はい、挑戦してみてください。はい、挑戦してみてください。はい、挑戦した方はコメントで教えてください。コメントしてもらってもあの春菜が返すだけなんですけど、こんな感じで今回は終わりたいと思います。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。年内1万人目指してるので、そちらの方もよろしくお願いします。それじゃあまた。